あ、これ取り直した。で、こっからがちょっと急なんだよ。暑くなった。体動かしてるからね。まだ19度ぐらいあるから暑い。うん、こんぐらい人口あればまだなんか安全な気がするけどね。左しかないんだよ。これね、スニーカー殺しなんだよ。垂れ歯が嫌だ。うん、まあ気をつけていただいて。うん、これスニーカー辛いんだよこの道。やばい。あ、俺？あ、いよ。あ、でもありがたいね、こうやってライトつけてくれるの。前なかったよ、この前これなかったよ。そう、あったっけこれ、超ありがたい。あ、これねえじゃん。これに限ってはねえじゃん。ナイトハイクはね、あの山の知識ないと辛いと思うよ。ここにこうあるとか知識ないと、うん、相当辛いと思うよ、ね。うわ、ここの階段ちょっと段差あるんだよね。気をつけて。いや、もう気にしなくていいっすよって思ってる。それやるとこけるからマジで。そうそうそう。あ、煽り運転じゃねえんだから。もうゆっくりいただいていいっす。うん。で、これがあれですよ。こう階段繋がす。階段。さっきのも言った。落ちてて。段差ある。気をつけて。俺引っかかった。ごめんごめん。舐めとった。こういうことあるから。まあ、ここ降りればもうほぼほぼ大事だと思うけどね。あれワンタン、さすがにワンタンは。うん、よいしょ。でここで薬王院の真ん中あたりでしょ。真ん中っていうか下の方か。もう一個階段いたしない。いいね。まあここまでくりゃもう大丈夫です。地蔵ファイターズ。まあ下向いてればね、なんとかなるけど。うん。あ、ごめん。
いや楽しいね。まあね。うん。あんまりここの右曲がってのさ、3号路って硬くなってる。うん、いいね。なんかこう夜でもこう栄えてるのって好きなのよ。上で待ってたって言ってた。うん。お土産屋のあの寒さとかもすごく来ました。あれが開いてさ、車で買います。うん、車取り忘れなくて、うん、門が開いた時に、コフがすげえそっちの中入ろうとして笑われたこれさりげないからな。制限が入れてて、車来ますから2人多いね。あーやっ、ムササビじゃない、ムササビの回だね多分。ムササビ一回しか見たことない。うん、うん、あここを通る時の白樺の匂いが毎回好き。すげえオーラ出てるよね。